おお当たったー。おーおおおトミー、あーじゃない、ゴミーです。こんばんは、ゴミーさん。はい、お久しぶりでございます。あ、もう当たりやん。ファイヤーすごい。うお、なに、え、あ、1万回か。あ、インフィニティなんだ。ですからもうツイッターは古いとか、はい、いやいや、やってもねえのに、はい、言うんじゃねえよって思うところありますよね。そうですね、そこからの移行ですから。そうです、本当にそうだと思います。ツイッター人口自体は多いですからね、そろそろいいんじゃないかな、当たってくれても。こっちのダイブもうぼちぼち確保。おノーマル、ノーマル、ノーマルじゃない。ああ、なるほど、そういうことですか。289回転。さあ、トミーさん、いや間違えました、ゴミーさん。次は私の出番ですよ、これね。もう一回じゃあ大当たりの振り分けのおさらいをしときますね。へそ入賞時の大当たり、96% が30回転の時短ということになりますので、まあここは図柄的にも8図柄なので、4ラウンドプラス30回時短かなと思います。でその後、その30回時短の中で約 49.5 分の1の大当たりを引ければ晴れてカーニバルラッシュ突入というのが大当たりからラッシュ突入の流れですね。そしてラッシュに入ればさっきのゴミーさんみたいになるかもしれないという、そういうことでございます。ちなみに1万2000発オーバーです。1万2000発、はい、かしこまりました。まずはそのステージに立ちたいと思います、はい、ドキドキするよ。30回転だもん ね、 そうですね、ここ勝負、はい。でも80回転時短の時も30回以内で結構当たってましたもんね。あ、そうですね、全然だから可能性はある、あるある。そうです、大当たり確率はね、一種二種なんで、この特分にはラッシュ中も今この時短中も一緒ですから。いきますよ、リーチになればまあまあ期待できるんじゃないかな。そうですね、うん、30回しかないんで多分リーチも見れずに終わるってことも多いでしょうから。うわ、なんかもう変な癖でこの特図1の保留が残ってるじゃないですか、はい、僕これ消したくなるんですよね。そうなんですか。引っかいて話、あ、夜になった、チャンスチャンス、夜はチャンス、夜はチャンスですよ。上から降ってくれば当たり、いきます、ラッシュいけ。あー、ダメだった。うーん、え、これか、さっきこれでハイビスカスが全部咲いて当たりになったんだ。 あさっきのやつはこれですね、これでハイビスカスが全部開いたんで当たったっていう。おお、当たったー、ラッシュ、すげえ、カサゴ軍が出てきた。さあ、しかも7図柄ということはここ10ラウンドでしょう。さあ行くぞ、すごい、負けんぞ、なかなかですね、さすがですね。いやー、一発でこちらも仕留めました。はい、10ラウンドでございます。ビバってね、あの V の B は下唇を噛んでビバって言います。初体験カーニバルラッシュスタートです。おお、うわー、すごい、ちょっとやっぱすごい、これやっぱカーニバルで正解やね。普通の銀パラじゃなくて無限カーニバルでよかった。確かに心躍ります。本当に本当に、さあ夜、あ、夜暑いですよ。おお、無限無限無限、1万回時短、これはめっちゃ安心感ある。
あれトニーさんこれ本当ありかもですね。ちょっといいかもですね。いいですね。これバラエティに置くにはもったいない景色かもしれないですね。かといって海の中に入れるのもちょっと難しい。だから扱い方がお店によって違いますよね。まあ、そうですね。海シリーズに置くのか、まあ単純にねスペックだけで言えば、まあ近江とか沖縄とかと一緒に置くような感じになるかもしれないですけど、はあ、確かに全くちょっと海コーナーとは別の、そうですね、こういう他のミドルなんかと混ぜちゃうのもありっちゃありですよね。ありですね、うん、じゃあ10台いっとくかっていうのもちょっと勇気いりますね。確かにこれだからあとはお客様の反応を見てみたいですよね。実際どうなのか。でも結構ね大ヒットしてきた機種っていうのは初動から良かったわけじゃなくて、そうです本当にそうですね、やっぱ最初控えめにどこでも買って、どうなのっていうものがすごい爆発的な人気になったりするんで、前評判が低いからって言って悪い機種ばかりじゃないですよね。もちろんです、その通りです。むしろ前評判があんまり良くない機種の中にお宝機種が眠ってるっていうこと多いので、そのパターンあるかもわかんないですね。あと設定付きじゃなくて良かったですねこれが。そうですね。で今回 U タイムもついていません、うん、U タイムも設定もついていません、まあ、その全てをねこう出玉に注いだという感じでしょうから、だから出玉力ありますけどどこまでハマるかもわかんないというのが正直なところですね。そうですか、修学旅行に沖縄ですか。いやだからやっぱりコロナでずっとこう先送り先送りになってまして、はい、高校3年生なんで次が、はい、もうリミットということでもうラストチャンスなんですね。ギリギリで行っちゃったみたいな感じですね。あでも沖縄は本当にいいところですし、やっぱ思い出に残りますよ。で沖縄の文化ってやっぱりこう本土とは違って歴史的にもそうですし、やっぱり県民性っていうところもちょっとね本土の方とは違うところあるので学ぶことも多いと思いますね。やっぱり沖縄行った時に僕もやっぱ行くたびにあこうありたいよねって思う瞬間は結構あります。なるほど。え、つまり沖縄石垣島ってまた別ですか。石垣島は沖縄本島じゃないので島なん離島なんで、まだ奥、まだ奥ですね。あ、いや、まあ、飛行機で行けば、そこ行ってます。あ、石垣島に行ってるんですね。あ、またいいところ行ってますよね。とにかくもう本当に本土じゃ見れない海の青さですよね。 あとサンゴとか、あ、だから心がちょっと綺麗になるというか広くなると思いますけどね。なんかこう小さいことを、2回目、あ、当たり当たり当たり、おうまうまいわ。実質120回転ですよ通常ですね。いやこれ大丈夫か、甘くないですか。甘いちゃいます。もう一回ラッシュ入れてください、ね、ちょっと怖いな。これちなみに川西市内のグループ店さんほとんど入れられるんですか。あ、はい、あ全部入ってます。じゃあキコーナグループ川西市内はどこ行ってもありますよ、はい、はい、全部あります。全部あるそうです。まああのキコーナグループとしてはいもうしっかり入ると思います。あ、はい、じゃあまあ加古川とかも、あ、そうですね、その辺も、はい、2回目ラッシュ行きます。いけるかな。どうですか。お、いいんじゃない、いいんじゃない、ダブル、よし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 、お、これは結構期待できるでしょう。あわダメでした。あ、まあまあ2分1なんでね、はい、お願いお願いお願い、あ、残り20回転。さあラスト10回転になりました。ちょっと足りないです、全然足りないです。これでトミーさんが勝っ、ゴミーさんが勝ったら、はい、ご褒美としてはいゴミー解除でもいいかなと思ったんですけど、いやいや、もう1回、もう1ヶ月はやりきりますよゴミーは。そうじゃなかった、僕の罰ゲームがあるんだったと思って。はあ、ラスト頼む。このあと1万回とか出てこないかな。4902復活はまだ回ってるもんね。どうですか、どうですか、ない、ラスト、あ、
負けたー。いやー、まあ、約5000発このゴミさんの結果に対してはめちゃめちゃ少なかったですけど。そうですけど ね、 ね、やれなかったって言って約5000発出てるっていうのはポテンシャルは感じますよね。パチンコは本当どんどん面白い台出てくるよな、ね、またゴールデンウィーク明けにはねガローもありますしね。実際機械見られました？見ました。やっぱり本当に初代を意識したガローでしたね、はい、あ、今度実は僕サンセさんのショールームでちょっと機械触らせていただけるんですけど、そこで初めて見るんですよ。本当にね、多分初代意識されてるなっていうのは多分感じられると思います。だとしたらやっぱ欲しいですよね、ボール側は。初代のガローはなんであんな流行ったんだろうな、まあ、確かにすごかったけど、お渡り確率が399でしたよ ね初代が、はい、それの 50% なんで相当辛かったはずなんですけどね。でもめちゃくちゃ甘い台でしたからね。そうですね、結果的にやっぱマカちゃん入った時の出玉力半端なかったですね。5万発10万発出てましたもんね。 75% そうですよ、ですよね。そうなんですよ、継続率今みたいに 80% 90% なかったんですけど、言うても THY 1回の大当たりが、はい、1700-800 ぐらいあったでしたよね。そうですね、はい、それであの出玉って継続率って何なのって今だから思っちゃうんですよね。いや本当に、まあもちろんオール16ラウンドっていうのでかかったんですけど、大当たりが、お、お、初めてじゃないですかその演出。あ、かわいい。今1234 50% でチャンス目ですねこれ。お、出た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 よ、出てきましたよ。なんかこれはなんだ、重い、めっちゃ重いボタン。力作業、まさかの力作業。おお、どうだ、おお、いった。あ、3回目159回転。当たり軽くない？すごい。今の演出自体熱いんでしょうね。1235は熱い。はあ、しかも1図柄6ラウンドですね。やったりました。トミさん本当強いっすね。今来てますね。すいません、仕事しとる場合じゃないかもしれませんよ。そうです、今打ち行った方がいいですよ。ほんまそうです、はい、僕の中ではもうパチンコのカーニバル状態なんで。カーニバル状態、こんな時に打ちに行けてるのもったいないですよ。さあ杉子さん今2V1 でラッシュ入れてますのでね。3回目さりげなく34じゃなくて33なんですね。一応メーカーが34っていう名前、まあ34さんの海シリーズなんですけど、そうですね、まあなんか今よく聞くのは単純にその適合が通りにくいから2社から出してるっていうことらしいですけどね。なるほどなるほど、これに何かあった時にではないですね。そういうわけではないと。いやあれサンスリーですやんとかっていうやつ、はい、うち関係ないしっていうね。いやいや、よう言うわ思って。わーしゃい、いただきました。高々3回転です。もうここがビューなってました。いや分かりませんよ、ここがビューなってましたって。あしゃい、素晴らしい、これはもう完敗だ。やったー、海を狙ってっていうのが新鮮だな、海で。そうですね、うわーすごい、意外ともうあれもこれも来ないと当たらないっていう台じゃなくて、本当に当たり方は海シリーズっぽくシンプルなリーチとかでも普通にこう当たってくれるっていうところが他の1種2種とか VST に比べると打ちやすいかもしれないですよね。まあ、他の機種はね、やっぱり保留がなんだ、予告がなんだ、チャンスアップがいろいろ絡んで当たるかどうかですけど、まあそのあたりはもう本当海の攻撃という、そういう感じがしますね。すごいなぁ、
ノーマル？ノーマル？ノーマル？激アツなんすか今の。逆にノーマルが熱いんだ。熱いんだ。わあ、その辺はもう海さながらですね、学園中のノーマル。あ、そっかそっか。はい。そっかそっか。やっぱシンプルモードはこれはこれでやっぱいいですね。いいですね。あ、そこが選べるっていうのまたいいですね。なるほど。今のはちなみに銀パラボード。銀パラボード。銀パラボードですね。そう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 。まあ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 。まあ、この辺りがやっぱり ST タイプと普通のあの核変継続タイプの違うところで、核変継続タイプのやつっていうのは偶数図柄が転廃したとき外れろ外れろじゃないですか、うん、ST タイプはとにかく当たってくるじゃないですか。この辺が大きく違いますよね、感覚的にね。もうそのもうよかってその顔なんかもう見せつけられてるみたいで、こっちが、うん、あすげえ。いや、ちゃんと10ラウンド取ってますよね。素晴らしいです。ありがとうございます。お見事。いや、悔しいけど1万回の時短も10ラウンドのあたりも全部富田が見せてくださってますんで、ちょっと僕はもうまたなんかかませ犬みたいになってしまいましたあ、やばい。あれ、さっきの勢いはちょっとやばい、弱いね。あ、でもゴミさん17回転あれば、まあ全モード共通で残り10回転からはこの、そうですね、遅い消化、そこなかなか転廃しないんで、転廃したら結構熱いかもしれないありますね。あかん、さあラスト。あとリザルト画面からの復活か。まあまあ5000発でも5000出てるんですね。それでもですよね。あっけなく終わったかのように見えましたけど、それでも5000発さっきの僕より出てるじゃないですか。いやー、ゴミさん、はい、今日は乾杯です。あ、もうだって2回当てられてどっちも僕を上回ってるんですもん。もうこれぐらいでいいですか。あ、もうよくわかりました。はい、ギンギラパラダイス無限カーニバルの面白さと、相変わらずゴミさんは今勢いあるなっていうのを感じます。そうですね、はい、というわけで、はい、一応結果はエンディングで、はい、実戦終了でございます。お疲れ様でした。いや、もうさすがに今日はお見事としか言いようがない。ちょっとすいません、オープニングで、いや、いいんですよ、ゴミさんどの口が言ってるんですかみたいなこと言って、すいません。気にしないでくださいよ、もうすごいですよね、あれ319かなって思うぐらいポンポン当たり引かれて、いやー、しかも初っ端ね、甘いんじゃないかなってね、ちょっと危惧するぐらいの。ああ、逆に1万2000発軽く超えて、軽く超えてすごかったですよね。まあでも、うん、まあ、僕はね、少ない出玉だったんですが、それでもまあ5000発近い出玉がありましたし、やっぱり一種二種になると海シリーズもこう違うのかというのを ね感じることができまして、スピード感もありましたから。そしてありましたね、僕思ってたより面白かったです。そうですね、はい、はい、ギンギラパラダイス無限カーニバルでしたけれども、うん、まあ、こちらね、あの気候なグループさん、ほとんどの店舗に導入されるということなので、ぜひね、この4月の後半導入された店舗で見つけたらぜひチャレンジしていただきたいなと思います、はい、そして、はい、あの罰ゲームの話なんですけど、まあ一応、まあ、進展ができるということで、まあいいですよ、1店舗ですかね、2店舗ぐらいあるんですか。6店舗です。6店舗、はい、6店舗もあるんですか。6店舗あります。いや、1店舗2店舗ぐらいだったらちょっと足を運んで紹介するぐらいって言ったんですけど、6店舗もうちょっと言いそびれちゃってね。いやいや、1日じゃ無理じゃないですか。え、はい、6店舗ですか、はい、え、ちなみに兵庫ですよね。兵庫と大阪、え、ちょっとオープニングで言ってなかったじゃない。オープニングで兵庫ですって言ったんで、あ、それならちょっと来た時にね、あの店舗回って、まあ、いろいろこうSNS で進展できましたよみたいな紹介できますって言ったんですけど、大阪兵庫に6店舗。そうなんです。これはもう1日かかりますね。はい、片手間じゃ無理です。1日かかっちゃいますね。いや、でもやるって言ったんでやんなくちゃいけないんですけど、ね、いや、楽しみです。まあ、ちょっと現時点ではね、詳しいこと言えないと思うんですけど、まあ、配信の時にこうお伝えできればその6店舗一応こういったお店になってますっていうところをね、多分出していただいてると思うんで、いいですか、お近くの方。この2021年4月ですよね、はい、ゴールデンウィーク前に一気にドロンとお店が開くんですよ。
ということで、うん、でこちら僕も行きます。グランドオープンの日かグランドオープンして、まあ、数日経たないうちに、まあ、全てのお店に行ってちょっとねお店の雰囲気なんか見てちょっとまたこの企画にも絡めていきたいと思ってますので、ぜひお近くの方は調べてみてください、はい、もちろん P ワールドなんかにも名前載ってますよね、はい、各店から案内があると思いますので、はい、そうですね、ぜひ、はい、というわけでまたしても罰ゲームやることになりました。でもう一つ僕罰ゲームのストックが今2つあるんですけど一つがその新店の紹介 でもう一つが5月16日に、はい、川西市の気候な釧路店さんで、はい、ライブ実践やりますので、こちらはですね5月16日週末になってますので、はい、お時間ある方はぜひ生放送のご視聴もしくは近くの方はそうです、ね、ご来店いただいて、ね、生新さんに応援に来てくださったら嬉しいなと思います。まあ、その時は多分パチスロ打つと思うんですけれども、ぜひ5月16日の気候な釧路店さん、はい、こちらにもですね注目していただきたいと思います。はい、というわけで、まあ、今日もしゴミさんが負ければ次回は1回お休みというお話だったんですけれども、はい、まあいいんじゃないですか。ちょっと最近お仕事しすぎだと思うんで、いやいやいや次回ぐらい池田店長に任せてみてもまあ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 そうですね、はい、なのでまた次回はねトミーさんか池田店長か分かりませんけれども、はい、今のところ一応このお二方でこう交互にというか、ね、交代交代出ていくような形になると思いますので、はい、次回の放送もぜひご覧いただけたらと思います、はい、お願いします。それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。